ジョージ、あの黒い翼の天使から強い力を感じたわ。あんな天使が近くにいたなんて、対話になんて乗るべきじゃなかった。ゼレーニンへの答えは重厚にしておくべきだったわ。いつもの君ならそうしていたはずだ。口下手な君がなぜ対話に乗った。訂正しなさい。口下手なのではなく、実践回数が少なかっただけよ。オーケーバディ、慎んで訂正し、改めて問おう。なぜゼレーニンと対話した。彼女が何を語るか興味が湧いたのだけど、話す価値はなかったわ。ジョージ、今後ゼレーニンの周囲にも注意を割く。いいわね。オーケーバディ。強力な悪魔の反応。ゲートさん。ここまでたどり着いたな、人間。幸運に恵まれ続けてきたようだが、次はこの堕天使フォルネウスが相手。お前の運もここまでだ。まあできれば噂の人間の方を殺してアモン様の仇を取って差し上げたかったが、仕方ねえ。きっとどなたかが殺しちまったんだろうさ。だからお前で我慢してやるよ。人間ごとき軽く買ってやるよ。その細い体をこのヒレでへし折ってな。食べれ。当たれ。うおおおお、貴様ごときかや。
待て、これ以上やられたら死んでしまう。おこれが欲しかったのだろう。悪かった、人間がこんなに強いとは思わなかったんだ。詫びが足りないというのなら、あ、そうだ、こうしよう。この打天使フォルネウスが前の力になってやる。どうだ、嬉しいか、嬉しかろう。お前に都合のいいことだらけだ。おまけで下への封印も解いてやるぞ。よし、契約成立だな。じゃあな、アバよ。見つけた。アレックス、相手に疲労が見られる。直前に強敵と戦闘があったものと推測。前回とは逆の状況だな。分かってる。このチャンス絶対に逃さない。行くわ。今ここで私の旅を終わらせる。戦闘継続を不可能と判断する。こんなに強くなってるはず。なってるはずないのに。アレックス、体勢を立て直すべきだ。退却を。ジョージ。アレックス、君が死んでしまったら我々の目的は達成されない。ここは退却すべきだ。私は殺さないといけないのよ。ふざけないでよ。助け合おう。そんな薄っぺらい。許されると思ってるの？私を助けたいなら今すぐ死ね。そこまでだ、アレックス。ジョージ。撤退だ。オーケー、バディ。あなたは残りの実りを探してほしいですのよ。